皆さんこんにちは、ジャズギタリストのジョーセンです。今日はですね、ワウを使ったジャズプレイについてお話ししたいと思います。はい、それでですね、ワウを使ってジャズをやるということなんですけど、そもそもね、なかなかこうジャズのプレイではワウをね、こう歴史上もそんなにこうね、使ったこうジャズのプレイというのはなかなかそんな多くないと思うんですよ。で、そもそもね、多分皆さんこうジャズっぽいことをやろうと思うのに、わざわざこうなんかワウをね、引っ張り出してきてとか、ワウを使ってやるっていうことっていうのはまあそうそうないかと思うんですが、何を隠そうですね、私ジョーセンがですね、とてもワウの、まあワウマニアというかワウが好きなんですね。すごい詳しくはないんですけど、特にヴィンテージワウ大好きで、まあいわゆるジミヘンとかスティービー・レイ・ボーンの頃の、ものなんですけども、これがですね、1967年とか1968年の、いわゆるワウの一番初期のモデルにあたる、クラウド・マッコイ・ピクチャーという、これ本物なんですけども、こういうのをね、やっぱどうせやるならあの辺がなんか音出したいななんていうのがあったりしてて、まあこのクラウド・マッコイ、ね、ピクチャーと、あと今日ちょっと今足元にあるんですけども、これも1969年かな、70年代にはいてない1960年代の、同じくクラウド・マッコイのこうロゴは入ってないんですけど、ノーロゴっていうやつ、まあ今日はねちょっと実践ではこっちをちょっと弾いて、そのノーロゴの方を弾いてみようかと思って、まあこれちょっとね、また別の機会で、ピクチャーワウの方は弾いてみようかなと思うんですけども、でですね、私がそのようにですね、こうワウが好きなんで、まあちょいちょいライブでですね、ワウを踏んでですね、ジャズのねスタンダードなんていうのもたまにやったりするんですよ。その辺のこともあって、やってみようかと思っておるんです。でですね、まずですね、そのワウのかっこいい使い方、っていうのをちょっと何個か、紹介してみたいと思うんですね。それでギター一番表現するときにかっこいいなと思うのはやっぱチョーキングなんですよね。このチョーキングをしたとき、それをが上がっていくときに、こっちのワウペダルも暗めのトーン、かかと側からこう踏み込んでゆっくり、で合わせたりするとすごくニュアンスが出るわけですよ。クラウドマッコイすごくなんか威力が出たりもしますね。で、あとはこうスライドとかで、
なんていう風にですね、チョーキングを織り交ぜてみたり、スライドでこうファッてやってみたり、まあワカチョコワカチョコね、ワカチコになるのかな、まあそんなのをね弾いてみたりするっていうのがやっぱこうロックの定番の、まあファンクとかもそうなんですけど、やっぱり和を使った時のこのストラトだったりね、まあ、特にエレキにはなってしまうんですけども、まあ、表現力が増すのかなと。でこれ別にフルアコでやっても僕はいいと思っています。今日はあえて、まあ、ジミヘンとかね、スティービー・レイ・ボーンをちょっとイメージして、僕が個人的に好きなのでちょっとこの辺持ち出しちゃったりしているんですけども、まあこれ別にフルアコ、こちら L5 もあるんですけども、まあそういうのでやっても別に問題ないと思うんですね。で今みたいな奏法をじゃあこう実際ジャズでねやるのにどういうふうにやればいいのかななんて考えた時にですね、やっぱり曲選びっていうのは結構大事で、まずねバラードでやるとやっぱりテンポもゆったりですし、そのメロディーも長いメロディーを使うことの方が多いわけですよ。なのでジャズのスタンダードでやるときにバラード、ミスティっていう曲があるんですけども、それとかねすごくこうメロディー割と合うので、ワウを使ってこれちょっと今弾いてみたいと思います。いかがですかね。普段聴いてるミスティとはね、ちょっとこうかなりアバンギャルドに聞こえたかもしれないんですけども、まあ十分ねこれジャズとして、通用するんじゃないかなと思って弾いております。で、ポイントとしてはね、あんまりこうねワウワウさせていないっていうのが一つポイントで、そうより詳細に言うと、その踏みしろ、まあ見ていただいてると分かると思うんですけど、こうチャカ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 こういう感じで踏んでるわけじゃないんですよ。やっぱり暗めのトーンから明るいところへのこの何でしょう、トーンが変わっていくところをの揺らぎっていうのを感じてほしくて、そんなにこうせせこましく弾いてないんですね。ゆったりゆっくり弾くっていうことが一つポイントになっております。そうすることによって、まあこのねバラードなので、メロディーもすごいロングトーンを使うことが多いから、もうこういう風にやるだけで十分表現力がこうまた増すわけですよね。これワウが入ってないとこんな感じですよ。まあこんな感じなんですよ。でこれよりはやっぱワウを踏んで、まあ感情も入れていけやすいと。まあこの辺の右足のこうアクセルワークなんていうのもちょっといろいろとね練習しなきゃいけないんですけれども、これねまた面白いんですよ、こういうことやってると。でこれをイメージしとくと、これ切った時にもない時にも、なんて今ちょっとアーム使っちゃったんですけど、やっぱそのワウを使っているそのサウンドの余韻とかっていうのをなんかどっかでこう脳みそが入ってると、普通に弾いた時もまあちょっとそこをイメージしつつ歌い込んでいけるっていう利点があるので、ちょっと面白いのかなと思っておすすめしておりますね。で、今はですねちょっとミスティを弾いてみたんですけども、じゃあ実際問題こうジャズではねよくやるこうビバップの曲っていうのもちょっとやってみたいと思います。曲はドナリーですね。メロディーがせせこましいです。これもポイントとしては、ゆっくりゆったり暗めのトーンから明るいところへこうゆっくり踏んでいくっていうのを基本的には、やっております。ちょっと聞いてみてください。
いかがですかね。これもね、基本的にはそのトーンフィルターみたいな感じで音の可変を楽しんでいくっていう感じですね。まあボリュームペダルっていう言い方だとちょっと表現が変なんですけど、まあ暗めのトーンで弾いてるところと明るいところのこう境目とかっていうところがまたこうちょっと面白くなるのかなと。でこれワウワウさせても十分楽しい曲だと思うんですけど、やっぱり右足もせせこましくなるし、プレイにこうちょっと感情入れづらくなるんですよね。これで最初に言ったみたいにゆったりゆっくりを弾いていく、フレーズはもう早いんだけど、でここぞというポイントではっていうのをワンワンっていうのを織り交ぜていくとすごく理想的かなっていうふうに思うんですね。例えばでここですね。とかで自分なりのそのポイントを一つこう決めて、一つ二つここはなんかうわってここ狙っていくポイント、そういうのを作るとメリハリはついて、普段のその別の部分っていうのはそのゆったりゆっくり弾く、でここでうまくねこうタイミング合わせるの難しいんですけど、そういう風にやっていくとよりワウ効果が出るし、十分ね、ワウも、特に僕なんかこのヴィンテージなんでね、なかなかそのジャズでは反応がいいわけじゃないので、食いつきが決していいわけじゃないですが、あれなんですけど、ジャズでも十分通じるかと思います。はい、今日はですね、ワウを使ったジャズプレイについて少しお話ししました。今日の動画がですね、気に入っていただけたら、高評価、グッドボタン、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。ジャズギタリストのジョーセンでございました。ではまた。